Welcome to Hello YouTube。 さあ、最近ですね、YouTube の動画のコメントだとか Twitter で、ヒカキンさんってどんなビデオカメラ使ってるんですか、動画の編集ソフトって何を使ってますか、そしてパソコンもどんなやつ使ってますかという質問が山ほど来てたので、今日はその3つに答えたいと思います。それではまずビデオカメラ、僕が使ってるのはこれです。ソニーハンディカム CX550。 まあ僕が買ったのは2年前の春くらいになるんで、もうこの機種は売ってないんですけれども、当時は一応その電気屋で10万円くらいでしたね。ホームビデオで一番いいランクの機種って感じですね。まあ最近の機種で言えば、ソニーハンディカムの CX760V っていうのが、僕が使ってるビデオの後継機になるんじゃないかなって思います。これです、これおすすめです。まあ多分10万弱くらいで買えると思います。まあ僕の考えではやっぱりビデオカメラが一番の仕事道具だと思うんで、まあ美容師で言ったらハサミじゃないですけど、そこはあまり妥協したくないっていうのが僕の考えです。続きまして編集ソフト、僕はこれを使っています。ファイナルカットプロ10。このソフトは Mac 専用です。なので Windows ユーザーの方には使えないと思います。僕もともと iMovie 使ってて、それの延長線上にあるようなソフトで、すごく iMovie に似ていて、でも機能がすごくアップしてて、すごく使いやすい。僕もこれおすすめです。今はもうダウンロード販売しかしていなくて、確か価格が26,000円とめちゃめちゃ安い。機能を使いこなせば大抵のことはできちゃいます。ただ本当に突っ込んだこととか、もっともっと細かく精密な編集をしたいって方には、 Adobe のプレミアってソフト、こちらがおすすめかもしれません。でも価格がファイナルカットより確かかなり高いと思います。ただ最近 Adobe ではクリエイティブクラウドっていうのが始まっていて、月々5,000円払えばAdobe のソフト使い放題っていうのがあるんで、僕もそれにもしかしたらいつか加入しようかなとも考えています。プレミアは Windows も使えますし Mac も使えます。両方いけちゃいます。さあ最後に僕が使ってるパソコンの紹介です。僕はこいつを使ってます。 MacBook Pro 15インチ。去年の12月に買ったんで、今発売されてるレティナディスプレイの一番最新のモデルの1個古いバージョンですね。まあでも薄くて小さいのにすごく高性能で、やっぱり僕は MacBook Pro 大好きです。僕銀座の Apple Store で買ったんですけれども、メモリを 8GB にアップしたり、ビビリなんで Apple Care っていう3年保証入れたりして、確か20万円弱くらいだったような気がします。まあ安くはなかったんですけれども、値段相応のパフォーマンスを発揮してくれています。はい、というわけで、まあ大した機材は一切使っておりません。そして動画を見ての通り、凝った編集なども全然できていません。まあでもその気軽さが YouTube のいいところだったりもすると思います。まあただ今日ご紹介したこの僕が使ってるものっていうのは、ただ僕が好きで買ってるだけで、一番いいとかそういうのは分かりません。僕がただいいなと思って買っただけなんで、もしよければ参考にしてみてください。それじゃまた質問があったら答えます。バーイ。登録してね。プリンスアップ。YouTube、 YouTube、 夢をつかめ YouTube。